キチャンネル。ジョン。こんにちは。さあ、広島東洋カープです。はい。今日はサバイバルポジション。はい。再開予想きっちりしますから。1位からの再開予想。そうそう、なんか天皇陛下返されて、はい、広島地域から厳しい声援が来るんだけど、はい、厳しい声援って言いませんよ。厳しい声援、意見ね、うん、はい、厳しい声援が、うん、厳しいけど応援なんですね。うん、うん、絶対なんか見返してやるっつって、はい、なんで1位から再開やっつっていや俺は正しい解説してるから、はい、ね、うん、うん、まあ、そう思ったってことですからね。うん、だから、多分サバイバルポジション終わった時に、うん、弱いなって思うかもと思うよ多分、はい、ですか。今から言っていくけど、はい、じゃあちょっと聞いていきましょう、うん、まあ、キャッチャーね、はい、まあ、キャッチャーも坂倉だからね、うん、これ一択だから、うん、あ、競争だし、はい、でその後に相澤がね、うん、控えてるっていうところでも盤石だね、はい、でファーストシャイナ、お、新外国人の、うん、これまあ競争ないよ、はい、もう外国人そのために取ってるから、ね、うん、そうですね、うん、だってファーストいなかったんだから、はい、で、セカンド菊池、はい、でサードレイノルズ、はい、新外国人、新外国人だ、ここも競争なしだね、はい、でショート小園、うん、外野、はい、多分秋山と野間は確定やと思うね、うん、センターライト、はい、でレフトだけが多分競争やと思うんだよね。おだ、そこに、まあ、末金なのか、うん、ね、堂林なのか、はい、あの田村なのか、うん、はたまた大森なのか、はい、宇草なのか、うん、中村隆弘なのか、うん、っていうところが試されると思うけども、はい、うん、だから多分サバイバルはレフトだけじゃん。もうほぼほぼ埋まってますね。多分スエカネがそこに入ったら、はい、ノーサバイバル。西川選手が抜けたところっていう感じですね。そう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 、うん、だからノーサバですか。ほぼノーサバ、うん、はい、まあ、新外国人ね、うん、2人取ってきてますからね、出て取ってきてるんで、うん、でも危ないやろ、うん、このノーサバが、はい、あ、このノーサバ、あ、次に対抗してくる人がいないってことですか。うん、あとは2人の外国人次第で。あ、そうですね、うんうん、レイノルズとシャイナーが終わったら、はい、もう地獄だよ。そうですね確かに、うん、え、そこに対抗してくる選手は誰だってことですか。いないと思うよ、おらへんや、うん、もう外国人次第で。そうですね、結構で、しかももうね、うん、あの菊池34歳、はい、秋山36歳、うん、それはもう1年間それうまいよ、うん、でももう秋山もなかなかね、去年前半良かったけど、はい、中盤以降コンディション不良もあって出なくて、で菊池もね、はい、あのもうコンディション不良あって出なかった時あって、だいぶ、ね、上になってきましたからね。そうそう、だから上の人たちに頼りっぱなしで、うん、内野はもう中堅どころも誰もいないし、うん、まあ、ソネ、うん、とかね、はい、あと葉月、うん、とかね、内野球も空いてるんで、いや空いてんのよ、うん、だからまあ小園がね、多分 これからのリーダーシップになってくるだろうけども、はい、このベテランと外国人に頼りすぎなんだよ、正直、はい、危ないよ、うん、確かに矢野とか葉月選手とかこう出てきてはいますけど、こうピュッとはまる感じはないですしね、うん、だから去年もね、うん、戦力怪我とかでいなくならなかったら、うん、もっといい勝負できたと思うんだよ、はい、阪神と、うん、でも結局はそこの高年齢化と体力の維持が厳しくなってきて、うん、まあ、戦力の薄さっていうのもあるけども、いい選手たちがそれを継続できないことによって、うん、阪神と一気に差が開いたわけじゃん、はい、怪しい、危ないよね、うん、だってシャイナ、レイノルズがどうなるかっていうのと、はい、あと菊池、秋山も素晴らしい選手だけども、もうそんなずっと頼りきれないよっていう、うん、でその後が回ってなった時にちょっと危ないね。そうですね、うん、外野も西川が抜けて野間、秋山っつって、じゃあ聖火が2連続で、まあ、今年も2桁打てるのかとか、はい、中村、宇草、大森、うん、田村、若手、どこまでや、うん、怪しいやろ、はい、だからそれを信用するかどうかで、うん、3位にもなるし、最下位にもなんねん。そうですね、だから俺はそこが危ないんちゃうかと思ってるってことが最下位、うん、野手はね、はい、だからぶっちゃけノーサバイバーが危ない。あ、だ次に出てくる人、次に出てくる選手がいないじゃん、うん、正直、はい、もし菊池と小園両方いなくなったら、うん、どうすんの二遊間ちょっと、うん、葉月と矢野やなっていう、はい、なかなか厳しいよね、うんうん、正直中堅どころがいない。はい、ベテラン頼りがち。ほんとベテラン多くて中堅がね全くいない、30前後全然いないのよ、うん、一番危ない年齢構成分布だから、うん、はい、正直、うん、で、あの上位層が絶対的なレギュラーがあんまいないから、ね、はい、半分以上は絶対的なレギュラーじゃない、うん、でピッチャー、はい、先発確定なのは大瀬良ね、はい、栗、森下、うん、森下どこだ、こんだけだな、このぐらいか確定はね、うん、だから4人で、はい、そっから競っていくのが、うん、だから遠藤とか、はい、玉村、うん、斉藤ね、うん、ドラフト1位、
それと黒原ね、黒原選手か、黒原、うん、森投手と常広だね、うん、ドラフト1位ね、うんうん、柿田とか、はい、高リリーフなんちゃうかって俺は思うんだけど、うん、常広くんはね先発でいきそうですけど、うんうん、だ絶対確定なのはもう森下、大瀬良、栗、床田、4人だね、うん、4人ですね、うんうん、でここがこけたら終わりだからね、はい、正直でリリーフ、はい、リリーフは矢崎でしょ、で島内ね、はい、栗林、うん、大道、はい、森浦、うん、あと新外国人のハッチとハーンって入りました、ハッチとハーンね、はい、ハッチと左で、うん、中崎、うん、1、2、3、4、5、6、7、8、おでそこにタカとかね、はい、堀江ね、うん、とかがどうなのかっていう、ターリーいなくなってるからね、そう左できてますからね、うん、だから栗林の出来がどうなのかっていうのもあるよね、うん、でまあ島内がね初のタイトルと、うん、はい、で大道もリリーフで良くなってきたし、うん、でまあ矢崎もね、まあ、ダブルストッパーでいけるだろうし、うん、中崎はベテランね、ベテランってまあ32歳やからな、はい、全然ベテランでもなんでもないよなもうおっさん感あるけどびっくりしたわ、32やんけまだ、本当ですね、大勢なより年下やないか、うん、野村と一緒ぐらいの雰囲気あるわ、はい、35歳お尻感ありますからね、うん、なんかターリー投手あとコルニエルか、仮にでもハッチとハーンいるからな、はい、ハッチとハーンとレイノルズとシャイナー入れた4人、あと1人外国人いけるけどね、うんうん、いやーなんかうわ強そうって思わんやん、うん、まあ、リリーフはもういるなって感じはありますけどね、先発もなんかそう4人結構みんなこう中堅のところで、リリーフ全くおらんなって思うチーム巨人ぐらい、まあ、でもそれもちょっとね補充されましたし矢崎、森、ね、栗林、うん、で島内、うん、はい、いて両道がまあ買いまたぎるとかいながらで森浦、うん、だってハッチとハーン次第でターリーおらへんから、うん、最後までつなげるのところが、うん、ハッチとハーン間違うパターンあるなこれ、ありますねどっちの派だっけみたいな、うん、いやーやっぱり苦しいなーって俺思うな、うん、やっぱこうハッチとハーンとレイの外国人次第やな、それはありますね、まあ、あと先発はやっぱ大瀬良、栗、森下、床田で、うん、1,2,3,4 でしょ、うん、この4人で貯金20はいるよな、うん、まあ、20は言い過ぎか、でも15はいるよな、うん、4人で、うん、だから4つずつ平均、うん、なかなか苦しいよな、やっぱりこうやってやってみて感じでも、うん、去年みたいに自信持って絶対で A クラスやなと思わんもんな、うん、俺やっぱ外国人したいな、はい、あと先発がやっぱり、ね、やっぱり、ね、うん、薄いよな、常広が新人王とか取ってな12勝ぐらい上げてな、はい、12勝6敗ぐらいで、うん、そしたら面白いけどね、はい、滝田君とかもしかしたら ね、いきなり出てくるかもしれない、精査堂とない。でも最近のピッチャーばっかり取ってるのに全然出てけへんからな、うん、ドラフト上位な誰も出てけへんで、なんか森下投手みたいにねパッてねルーキーから出てくるような選手が、ね、そこら辺がなかなか苦しいよね、栗林上位でピッチャーめっちゃ取ってんだけどね、うん、全然出てけへんもんな、そこら辺どうなんやっていうところはあるけども、まあガラガラどこも空いてるわまあ先発も入れるしリリーフも入れるし野手はほぼほぼ確定してるけど、はい、そんなんじゃダメだよっていう、怪我した時にどう埋めていくかみたいなのがね、うん、そうだね、うんうん、だからやっぱキャンプはね外国人中止しよう、はい、このもうかかってんで、うん、かかってる、うん、レイノーズ、シャイナーね、はい、ハッチハン、うん、ハッチとハンね、ハッチとハン、うん、かわいいですねハッチとハンってアニメみたいな、うん、どうするお前ミツバチのコスプレさせるミツバチハッチですかかわいい可能性あるぞハッチとね、なんか、まあ、強そうにも見えるけどなんかいやうまくはまったらすごい強そうにも見えるけど、でも結局は名前だけだからね、うん、名前だけでおって思う感じだから、うん、それが1年間通してコンディション不良なく試合で続けれるのかどうかっていうところと、うん、先発投手陣のねあの今までの最高の成績だけ見たらすごいけどそれを出せんのかっていうところもあるから、うん、なんか怪しいよね。そうですね。うん、まあここはまあキャンプね、ハッチとハンとレイノーズ、シャイナー、はい、ここら辺を見て、あとは新人の常広、タカね、はい、タキタ、この特に3人、はい、あとはでも赤塚くんがね下克上で頑張る可能性もあるからね、そういったところはちょっとまあ見る必要性あるかなっていうところもあるんでね、はい、そこら辺かな。はい。
外国人次第、どうですか、カープファンの皆さん、あの里崎の意見を覆すあのコメント、こんな強さありますよっていうのをね、はい、教えてください。はい。